やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。こんにちは、どうも。今日は昨日一日中ディズニーだ。マジで一日いたわ。昨日のスケジュールが6時に起きて、レンタルルームみたいなところでメイクだけすんので、メイクしてから、ビジネスホテルに向かって、そこでウィッグをつけて、で俺今回コスプレ2個したんだ、仮装か。だから朝9時半とか10時からパークインして、出たのが7時ぐらいだったもん。あれで何用に撮ったの？何用？ツイッター用？ほんと仮装だから趣味だね。完全趣味。別にもう何もない。もともと俺一人でやる予定だったんだけど、えなこに話したら、私もなんか前から行きたかったみたいな。あ、そうなんみたいな流れだね。えなこディズニー5年ぶりぐらいやったしよ。ずっとポーズしてんの？なんかぐる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 パークの中を歩いて写真撮る場所を探すんだよ。ここいいかもね、ここいいかもね、みたいな。で、スタッフの方がたくさんいて。えなこのマネージャーでしょ？で、カメラマンでしょ？で、衣装さんもいて。ケンキいねえよ。ケンキはこんな話とか聞いてなんか嫉妬とかしないんじゃない？心死んでるし。何も思わねえだろ。絶対に。なんて言うて長いだろ、あいつも。もう嫉妬とかいう領域超えてるだろ。ありがとうございます。なんかいろんなところに取り上げてくれたみたいですね。LINE ニュースだったり何だったりに。まあコンスタントにコスプレが上げれたらいいな。すごく楽しいから。やっぱりオタクだからさ、俺。向いてるね。単純になんかビジュアル的に向いてるって話じゃなくて、メンタル的に向いてる。やってる時ずっと楽しい。すごく、楽しいってのがでかいね、コスプレ自体が。なぜ今までやってこなかったのか。いやね、男のコスプレってね、敷居が高いんですよ。衣装自体も少なくてさ、人口が少ないの、コスプレイヤーって。9割あれよ、女性よ。まずメイクってものと無縁じゃん、男って。俺も実際自分でメイクできないし、でも女性は自分でやってみようってなるじゃんね。女の人が強いところではある。俺のジャック・スパローを投稿する予定の見せてやるよ。みんなリポストしてね。似合ってるかな？もうゴリゴリ。ジャック・スパローに関しては、小学6年生の時から夢だったの、マジで。ジャック・スパローは好きすぎて。みんな本当にね、夢が叶った感があった。動きとかもなんかこうなっちゃうんだよね。嬉しい。本当に嬉しい。ね、本当に幸せだったな。昨日マジで超楽しかったね。こんな感じ。すごいおもろかったね。コスプレしてる人多かった。あのね、多かったけど、マジで男の人いない。ディズニーでも思ったわ。さあさんってラプンツェル見たことあるの？俺はもうコスプレするときは絶対予習するって決めてるから。ラプンツェルはそもそも見たことあったし、ラプンツェル見るためにディズニープラス行ったよ。で、ディズニープラス見て入ってラプンツェル見たら、腕まくってて、ここが太いの。だから、ここの筋トレを最近たくさんしてた。それでもちょっとね、足んないなと思ったけど。ハウルのコスプレとかしないの。俺はね、最終ゴールだと思ってる、ぶっちゃけ。いろんなコスプレをさせてもらって、お仕事もして、自分の状態が 100% になったら、ハウルコスするわ。今の俺では厳しいかなと思ってる。ハウルっていうキャラクターが超絶イケメンだし、そもそも声優木村拓哉だしで、ちょっと敷居が高すぎるんだよね。マジでむずい。ゴールだね。最終到達点。てかさ、ツイートがめっちゃおもろくて。リップが、ケンキだ、ケンキだ、みたいな。
ラプンツェルの肩に乗ってるカメレオン元気やんないのとかさ、クソもろかったらマジで。でも DM の1通や2通来ると思ったんだけどね、ガチ恋から来なかったな。一通も来てない。なんで存在しないことは絶対にない。 100% ない。あのレベルのコスプレイヤーでクオリティとかがなんか作用すんのかな。多分適当にコスプレしてなんかちょっとイチャイチャってしたら来んだろうな。多分普段からさ、そのえなこリスナーはコスプレを見てるわけじゃん。気合の入り方がわかんだろう。あ、これ適当じゃねえなっていう。あとさ、違う違う、ネタ系なんだけど、お前この日にえなこと二人でディズニー行くためにケンキのこと筋肉痛にしたろって DM 来た。ちげえよ、そんな戦略的で反抗してねえわ。ね、4日ぐらい前にケンキと筋トレ行ったんだよね。で、ケンキが、痩せたいっていうか、痩せるためには、俺は太ももの筋トレがいいと思って、ケンキにクソほど俺は、スクワットさせたの。クソほどさせたの。そしたら、ケンキが今、介護必要なぐらいに動けないらしくて、ベッドに仰向けになったまま1日過ごすんだって。で、仰向けになったまま動けないから、床ずれ起こすんだって、あいつ。本当に介護じゃん。ジジイじゃん。俺、そんな風になると思ってなかったの。いや、これね、あれなんだよね。残念ながら、本当に残念な話なんだけど、ケンキがね、頑張って動かないから筋肉痛って治んないんだよね。運動してたやつならなんとなくわかるんだけど、筋肉痛って動くと良くなんだよね。結構良くなって。これマジ。仰向けになってずーっと固定してる状態が、筋肉が固定されて、筋肉痛治んない、ずっと。切るわ、マジで。今まで一番バズった。いやー、そうだね。まあ、リツイート数は一番かな。でもね、ツイッターって面白くて、閲覧数だと別なんだよね。かっこいい系、かわいい系って、鍵垢がツイートするじゃんね。リツイートするじゃん。だから、閲覧は伸びないんだよ、あんまり。それ言うて、今回も300万再生とか言ってんだけど、面白い系ツイートの方が、その鍵垢じゃないやつら。が、リツイートするから、閲覧が伸びんだよ。リツイート数で言うと1番だけど、閲覧で言うと多分1番俺野球かな多分。最近あれなんだよね。鍵垢の人たちにフォローされだしてさ、引用が100件とかあったらさ、70件見れねえんだけど。何やってんだお前ら。見せろっつーの引用リツイート。見えねえんだよお前らのツイート。こら。何書いとんねん。で、その話をさ、ジャストしてたらさ、ジャスのさ、引用なんとか、なんて別次元でさ、9割見えてねえ。俺なんて甘かった。鍵垢ばっか。どこ行くのオフルイベのツイートをなんかした時に、ジャスかリオンがツイートしたのが、引用が結構ついてたんだけど、ほぼ見れなくて。見したいけどね、君たちの引用リツイートやっぱり。全然見たいけど。見してくれよ。ディズニーハロウィンおもろかったな。また来年行きます、来年。あ、これ。スパミさんよりかは絶対食べる方が美味いと思う。スタミさんや金は絶対。スタミは、スタミって何言ってんのこいつ。こいつ何言ってんの？この女誰？炎上してた人。はぁ。いいけどね、別に。そういえば俺、あれだよ、11月の中旬ぐらいに、あるロールの大会に出るから。久々のロールの大会だぜ。あばらちやろぴょーん。ロールはね、やっぱりね、いいんだよね。その、裏切らない。あのゲームはずっと待ってくれてるんだよね。旬が合うじゃん、ゲームって。ロルはね、いつまで経っても人がいるし、いつやってもおもろいんだよね。ロルに関しては、いつ帰ってもというか、3ヶ月ぐらい置いたらメタがバカ変わってるからおもろい。なんか、ヨイチちゃん最近ハマってるね、ロル。ヨイチちゃん、イブリニ戦じゃない？誰があの子をイブリニ戦にしたの？すごいでかい闇が動いてるじゃん。タヌキなんだよ。
タヌキなんだよ。まあでもね、いやでも正解なんだろうな。で実際よいちゃんは続けてるし、そう今日はちょっと単純な報告配信なんで、配信のツイートもしてないんでね、またツイートします。お疲れ様、じゃあね。